L-59 スーパーアルバトロス L-59 アエロ L-59 スーパーアルバトロスはチェコスロバキアで開発された高等ジェット練習機である。アエロ社は L-39 の機体フレームを活かしてより攻撃機としての作戦能力を高めた L-39MS の開発を行い、試作機は1986年9月30日に初飛行した。 この量産型には、間もなく、L、L-59 の名称が与えられ、量産初号機は1989年10月1日に初飛行した。しかし、チェコとスロバキアには L-39MS の名称のままで引き渡されており、L-59 の名称は、輸出向けにのみ使用されている。外見上は L-39 との違いがほとんど、 ないが、エンジンを DV-2 に変更して、出力を強化し、コックピットには、西側製のヘッドアップディスプレイや、ミッションコンピューターなどの新型アビオニクスが導入され、大幅に近代化された。操縦装置は、要制御こそ、マニュアル作動のままながら、ピッチ制御とロール制御に、電動アクチュエーターが使われ、いずれも人工的操縦感覚が付加され良好な、 操縦反応が得られるようになっている。ハードポイントの数は L-39 座と同じだが、最大機外搭載量が増加している。出展、ジェーンズ・オール・ザ・ーアルズ・ウェアクラフト1993、94初言性の武装ありがとうございます。